どうも、子どもの野球ラジオへ。この番組は子どもの野球を何とかしたい、そう思っているお父さんお母さん向け、あるいは指導者の皆さんにお届けする野球の番組となっております。さて、今日のテーマはですね、高校生男子の扱い方ということで話をしていきたいと思います。はいですね、まあ、昨日ですね、まあ、高校生の子と話す機会がありまして、まあ、またいろいろとね、あの野球の話をしてたんですけれども、高校生男子ってどういう生き物なんでしょうね。まあ、特に高校生ともなると親との関係っていうのが少しね薄れていく世代なんじゃないかなというふうに、僕は思ってるんですけれども、でもね、だからといって親のことを何て言うでしょうね、嫌いだとか、まあね、本気でそう嫌いとは思ってなかったりとかですね、全然喋らへんから親のこと嫌いなんかなとか、小さい頃と比べて全然違うなって思うかもしれないですけど、まあ、そうではないと思うんですよね。で、高校生ってなるとですね、まあ、やっぱり友達が一番大事だったりとかですね、親よりも友達とかね、まあ、野球のオフがあればその分だけ友達と会うみたいなことも増えてくると思いますから、どっちかというとね、まあ本当に、友達が一番大事だから、まあ、そっちが大事ということでね、で親のね言っていることも聞かない時期でもあるかもしれませんよね。一方で友達の言うことが絶対っていう時期でもありますから、まあ、そのあたりの、まあ、子どもの特性っていうのをね、理解しておくと、また、お父さんお母さん気が楽になるんじゃないでしょうか。で、ちょっとまあ私自身がね、高校生の男子の扱い方について、まあちょっと考えてみたんですけれども、まずはその前にね、高校生男子ってやっぱり、まあ、話せるけどまだまだ自分の考えがまとまらないっていう時期ですよね。偉そうなこと言ってるけど中身が伴ってなかったりとか、行動が伴ってなかったりとか、いっぱいあると思うんです。で、ね、大人に比べて、まあ、語彙力っていうんですか、少ないし表現力が下手でね、何言ってるか分かんないとかいうこといっぱいありますよね。うん。で、あとは男子は特にですね、思い切ってバカしちゃう時期っていうかですね、なんでそんなことするのって、小学生中学生でもあったかもしれないですけど、高校生はもうね、また違ってね、なんでそんなにはしゃいでんのとかね、なんでそんな無茶するのっていう時期でもあるんじゃないですかね。うん、であとはですね、部活動に熱中することはするんだけども、やっぱり、まあ、恋愛もしたいしとかね、いろんなやりたいことがあるし、かといって時間管理はできない、部屋の片付けはしないとかですね、野球部だったら野球の道具だけはきっちりするけどそれ以外は全然ちゃんとしないとかね、よくよく耳にする話なんですけれども、まあ、そういった時期ですよ。で、そういった時期に、まあ、どういうふうに親として子供と接するのかね、いうところも考えていけたらいいんですけれども、まあ、こんな時期っていうのはですね、まあ、お父さんお母さんあんまり話さない、で学校であることとか部活であることあんま話さないと思うんです。でもね、自分たちの最後の夏の大会が終わるとね、感動してね、お父さんお母さん今までありがとうございましたみたいなね、そうやってね泣いて最後感謝の気持ちを伝えるみたいなね、そういった可愛い一面も出てくるんです、ね、だから、まあそういう時期まで我慢して待つっていう忍耐力ももしかするとお父さんお母さん親御さんには大事なことなのかもしれませんよね。はい。で、まあそういったこの高校3年間の男子たち、どういうふうになんかね接していけばいいのかっていうことを3つ挙げてみたいと思います。まずはですね、一定期間子供に任せることですね。やっぱりもう高校生ですから、もう半分以上大人になってきてるわけじゃないですか。だからこういう時期に親から、ね、ごちゃごちゃ言われても、まあ、子供は聞かないですよね。だから、まあ、子供の言ってることを本当に尊重してね、で子供がこうしたいああしたいとか、なんか目標を語った時に、よっしゃじゃあそれを頑張ってみろよとか、あるいは、まあ、親から見てもちょっとね無理難題を言ってる、なんか大きなことを言ってる、偉そうなこと言ってるなと思っても、ちょっとね
親自身のプライドを捨ててですね、子供に任せてみてね、ならやってみたらと、でその様子を見とくということが非常に大事になっていくんじゃないかなっていうふうに思います。で小学校中学校の時よりもその時間は結構長いかもしれませんね。だから長い期間子どもの変化を見ておくってことが非常に大事な時期なんじゃないでしょうかね。で2つ目はこの時期っていうのは大人を半ば諦めるってことが出てきます。でも一方でですね、本物の人に出会うともうまっすぐ一直線に進んでいく時期でもあるんですよね。で、まあ、要するに筋が通ってない大人はもう本当にもう無視するであったりとか、まあ、話さないとかですね、そういうのがあからさまに出てくるんです。でも小学生の時とかのような感じの絶対に喋らないとかですねいうことはなくて、高校生ぐらいになるとやっぱり気を使うとか空気を読むってこともあってね、めちゃくちゃ嫌いだけど、まあ笑顔で過ごすとかね、笑顔でその人と話すとかね、例えば部活の先生とまあ会話の中で「はいはい」とか言ってね、ありがとうございますみたいなね、礼儀だけはしっかりしてるけど心の裏では何を思ってるかわからないという時期でもありますよね。だから大人の様子見て、あこいつこの大人ダメだなって思った時は絶対言うこと聞かないですよ。でもその反面ね、この人すごいって思ったらもうまっすぐついていく、でもその疑いもしませんよね。その大人のことをずっと教えをこうたりとかですね、話を聞きに行ったりとかですね、もっと教えてくださいとかねいうことをまあ、まっすぐ突き進む時期なんかな。だからいい大人と悪い大人をいい意味で本当にはっきり区別してる。でもまあ見た目ではわからないね、空気を読んでますからね。小学生中学生ももちろん頭も良くなってきてますから、どう立ち振る舞えば自分がこの場に入れるかっていうのを考えますけれども、内心どう思ってるかわからないって、まあ、そういう時ですよね。であと3つ目はですね、無言の愛ですよね。言わない愛情っていうのもあると思うんです。なんか言いたくなっても我慢する、子供が変わるまで我慢する、それを言わずにずっとそっと見ておく、温かく見守るっていうのも、非常に大事な時期なんじゃないかなというふうに思います。まあ特にねお母さんたちからするともうヒヤヒヤすることもいっぱいするかもしれませんけどね、なんか言いたくても口うるさくなってしまいたくなる気持ちもわかるんですけれども、そこをね一歩我慢して、まあ、子供のやりたいこととかを、まあ、心から尊重してあげる、それが最後いろんな場面でね親への信頼に変わっていくはずなので、まあね高校野球3年間長いですけれども、最後の夏にですね終えた時にお父さんお母さんありがとうって言ってもらえるのが何よりも救いになるんじゃないかなと、まあ、それまではありがとうとか多分ね普段はもう言わないですよね、高校生なんて恥ずかしいですからね。だからまあそういった時期ではあるけれども、多分親に対しては本当に何て言うんでしょうね、まあ、言わないけどありがとうとかご飯作ってありがとうとかいう思いは少なからず持ってると思うんですよね。まあね高校野球とか言うとなんかよく名物監督とかですねいるじゃないですか、お父さんお母さんにお前感謝しろよとか、あるいは道具買ってもらう時もお前どんだけそのグローブとか高えんだよとか、それを買うために親がどんだけ頑張ってんだよっていうことをね言ってくれる熱い指導者っていうのがいるんです、まあ、そういう人に当たらない限りはですね申し訳ないですけど子供から何かメッセージを投げてくることはないかもしれません。ですがね、たったね自分のかけがえのない存在の親ですから、やっぱり心はつながっているはずなんです。だからお父さんお母さんたちの方もしっかりこう子どもの成長を待って信頼してねやってあげることがすごく大事なんじゃないかなというふうに思います。はいね、まあでもね高校3年間の高校野球のね1年生から3年生の成長ってすごいもんがありますよ。
だって高校1年生の時って中学校の3年生にちょっと毛が生えたようなもんじゃないですか。まだまだなんか子供だなって思うんですけど、3年生になるとね、もう体つきも立派になってくるし、考え方もすごいしね、もうちょっとしたら働く人も出ますし、うん、大学に行く子も出てきますしね。そういった中ですっごく成長する時期だと思います。特に高校2年生から高3にかけてはもうね、新チーム始まると、あ、もう自分たちの代だって言って、ね、目つきがね、ガラッと変わる子もいっぱいいるんですよね。まあ、そういった時に、うん、親の支えっていうのはすごく大事だと思うし、新チームになって子供がもしレギュラー取れなくてもまだ半年間あるんじゃないかって、頑張れよって言って、でそうやって応援してあげる気持ちがすっごく大事だと思います。まあ結局は小学生であろうと中学生高校生であろうとね、やっぱ子供のことを信頼する親っていうのが、まあすごく子供にとっては心強い存在になると思うんですよね。それがどんだけ、言葉数が少なくても、やっぱり心のどこかで信頼し合える関係があると、やっぱり子供も落ち着いてきますし、なんか最後カジマのバカ力じゃないですけど、そういうの発揮しそうな、なんかそんな気がするんですよね。だから今ね、いろんな高校生ともなると子育ての結構もう終盤になるんですかね、もうそろそろ家出て一人暮らしになるっていう前段階ですから、最後の最後どうしたらいいかなって思うこともあるかもしれないですけども、今日言った3つのこととか、あるいは高校生の男子っていうのはどういった生き物なのかっていうことをまあこうね、考えてやってみると、ちょっと一旦心も気楽になるんじゃないかなと思って、今日の発信をしてみました。はい、ということでですね、この番組ではこういった風に野球のこととか教育のこととか子育てのことについて発信していっていますので、また、いいねやチャンネル登録を、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。